天才王子の赤字国家再生術ショートドラマ第4弾勤労感謝の日。勤労感謝の日というものが外国にあるらしくてな。何それ？かいつまんで言うと、労働を尊び、それに伴う豊穣豊漁などを喜び、民が互いに感謝し合う祝日というものらしい。なかなか牧歌的な話ね。それでその祝日がどうかしたの？これをベースに俺が働かずにいられる制度を作りたい。寝言は寝ていってちょうだい。寝言じゃない、俺は本気だ。なお悪いわよ。まったく、何かと思ったら要するにいつものぼやきなわけね。いつものってなんだよ。俺がいつもぼやいてるってのか、ニニム？そうだけど。まあその通りだな。でもぼやきたくなるのもわかるだろう。毎日毎日仕事仕事仕事、海を飲み干そうとしてるような気分だぞ。ウェインが忙しいのはわかるけれど、そうね、そういう時は逆に考えるのよ。仕事があるってことは、それだけウェインが必要とされているってことでしょ、うん、多くの人から認められ、その能力が発揮されることを望まれている。これは嘆くことじゃない、むしろ喜ぶべきことよ。むむむ。もちろん時としてそれが重荷になることもあるわ。けれどその苦しみを乗り越えた時にこそ、人は大きな成長と達成感を得られるのよ。ただ無駄な時間を過ごしてるだけじゃ、この二つは絶対に手に入らないわ。なるほど、確かにね。これなら労働もたっといと思えるでしょ。いや全然。こいつ、それはそれ、これはこれ。どうせ働くのならいい気分で働きたいが、働くか働かないかなら、俺は働かないことを断固として選択する。というわけで作るぞ、週休8日でも怒られない制度。そこまで言うなら止めないけれど、具体的にどうやって？制度を作るために家臣団と議論、民衆への周知の徹底、その上でウェインが働かなくとも回る国づくり。あら、まあ随分と重労働になりそうで大変ね。この世に悪があるとしたら、働かないためには働くしかない、この矛盾だ。はいはい、諦めて普通に働きなさい。感謝くらいなら私がしてあげるから。いつも頑張ってくれてありがとう、ウェイン。どういたしまして。